で NT 気質、はい、我々がよくプロメテウスですね、プロメテウス、知識追求者、うん、合衆国では多いようで、合衆国男性の 26% が直感の思考型、はい、要は可能性があるじゃないかっていうのと、うん、それをシンキングしたい人、うんうん、でまた女性の合衆国女性の 16% が直感の思考型、うん、自立に価値を置き、パートナーにもしばしばそれを求めますと、うんうん、物事を議論するのが好きで競争的、理屈っぽい、うん、で論理的、合理的であることに価値を置き、システムに関心を持つことが多いですと、うんうん、で自分の感情を頭で理解して人間関係については話すのを避ける傾向がありますと、うんうん、誇張、行き過ぎ、愛情を大っぴらに示すことを嫌いますと、うん、話を盛るのが嫌いなんですね、うん、ありのままなんじゃないですか、盛った方が面白いとか嫌なんですね、面白いとかっていう感情がめんどくさいんですよ多分、なるほど、うんうん、システムですからね、なるほど、うん、なので女性の NT は、うん、その資質をの多くが男性的と見られるため、うん、この、まあ、アメリカの文化、日本でもそうかもしれません、うんうん、その文化の中では生きにくさを感じることがしばしばある、うん、なんで要は女性でそういうなんて言うんでしょう、なんか心がないような扱われ方、まあ、要は考え方なので、うん、要は、まあ、日本でもそうなんでしょうね、女性を求め、女性の役割を求められる、役割というか、はい、女性の可愛らしさを求めたりとかそういうのも含めじゃないですか、あの要はニコッと、うん、ニコッとしてればいいんだよ君はって、会議では喋んなくていいってよく CM とかであるじゃないですか、うん、でまあそういうのもあるし、はい、なんか現実的に、はい、なんかこの子いいなって思った時に、はい、ニコってしてた方がいいじゃないですか、してた方がみたいな、人気は高い時はありますよね、そういうのも含めだとは思いますけどね、はい、うん、あ、うん、うん、その私生活というか全体ですよ、はい、その仕事の場面とかだけでもなく、はい、で女性は女性らしい人がモテるみたいな、あ、なんか今昔、あ、これ話したのかな、うん、昔あの、はい、ある病院の撮影に行ったんですよ、うん、で撮影します、うんうん、でお医者さん、うん、女性がいらっしゃったんですね、はい、お医者さんの、うんうん、で大丈夫ですかね、うん、って聞かれたんですよ、写りの時に自分の写すときに、はい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 、私大丈夫ですかね、うんうん、ってやったときに、うん、あ、すごく可愛いと思いますよ、うん、で僕は褒め言葉のつもりで言ったんですね、うん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 、そしたら、あ、別にそういうことを聞いてるんじゃないんです、うん、って言われたときに、うん、あ、うん、そっかそっかと、で今考えると、うん、なんかそうだよなと、なんかその、うん、笑顔とかが可愛いっていうのを、うん、が私だと、うんうん、いうのを、うん、なんか違うって思ってる女性もいるんだろうなっていう、うん、で多分そういうことを言う女性に対してイラッとしたりする人も多いじゃないですか、っていう部分でなんかやりづらいみたいな、はい、うまくそういうふうに立ち振る舞えないみたいな、はいはい、ところじゃないじゃないですかねっていう NT タイプ、うん、はい、で ENTJ なんで外に出る、うん、外でエネルギーをチャージする可能性を見て、はい、思考が重視で決めたい人、うんうん、ENTJ の男性は 8%、うん、合衆国女性の 5% が ENTJ、うん、自信家で、うん、野心があり、うん、明け透けで責任のある立場を取りたがる、うん、対立を好みカッとなりやすく、うん、批判的になることがあるので、うん、パートナーにとっては争いの元になりますと、うん、ENTJ の人はその支配的性格を埋め合わせる温かく養育的順応的なタイプに引きつけられますと、うんうん、まあ、じゃないとうまくできないでしょうね、そう、うまいことこう服従してくれる人とか、まあ、あの、うん、内心従ってなくてもいいけど、うん、あ、まあ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 ってできる人とか、それを利用こう転がせる人ぐらいじゃないと、はい、でしばしばこのタイプは、うん、タイプ1、うん、タイプ3、うん、タイプ6、うん、タイプ8、うんに見られますと、うんうん、見えますね、見えますね、7のような、うん、要は同じく自己主張だけど、うん、7のような、うん、このなんか朗らかさというか明るさというか、7はもう自分しか見てないですからね、私を見てというか、はい、見てよりも、あ、もっと自分が自分しか見てないみたいな、
そっか、うん、そんなことも意識してないんだそんなもう見てほしいっていうよりも自分が自分しか見てないみたいな、これ面白いってやってるだけ。7はそっか、うん、見てっていうその自己顕示欲とかじゃない、自己顕示欲とかっていうのも自分だから多分一番自分に向いてんじゃないですかね。なるほどね、うん、で ENTP なんで、うん、決めたいじゃなくて、うん、もっと可能性とか可能性をもっと広げたい、ね、広げたいっていう、うん、知りたい、隊長が言うところの、うんうん、知りたい人、知りたい人、はい、の合衆国男性の 6% が ENTP、うん、合衆国女性の 4% が ENTP、うん、でまたこの ENTP の人も競争し、うん、やっぱ競争はしたいんですかね、競争し、うん、社交的で基地に富み自発的で大抵生き生きした友人の輪を持ってますと、うんうんうん、パーリーピーポーですかね、うんうん、彼らは自由と独立に価値を置き危険を犯すことを好み精神的挑戦によって成長しますと、うんうん、彼らの挑むような性質にうんざりする人もいますと、うん、ENTP の人は必ずしも組織的なわけでなく始めたことを常にやり遂げるとは限りません、うんうん、彼らはしばしば温かく支持的な感覚タイプに引きつけられます、うん、タイプ6とタイプ7はしばしばこのタイプです、うんうん、まあ、タイプ6でもセクシャルな人ですかね、うん、タイプ7、リング7とか なるほど、うん、まあ、多分恐怖対抗型の人ですね、うん、はい、とかも楽しいことやりたい、6だと恐怖対抗型、6だと対抗型、うんうん、それって勇気を示してないと、うんうんうん、はい、まあ、役割を演じてるんですかね、まあ、6の人はどこでも役割演じてそうですよねそれが6っぽいですよね、はい、よくタイプ6のことを、うん、オールマイティーオールマイティーって言いますもんね、うん、何でもできる、そう、どの状況にでも合わすことができるみたいな、オールマイティーです、うん、この言い方素敵ですよね、うんうんうん、オールマイティー、うん、タイプ6オールマイティー説、オールマイティー、はい、万能ですよ、万能タイプ、はい、で、先に取り上げた ENTJ の内向版、うん、INTJ、 INTJ 今取り上げた方々は要は、うん、あくまで外に出て、うんうん、目立ってる人たち、うんうん、目立ってるところでエネルギーを得てる人たちに対して、うん、内向いてる人、内向型、うん、INTJ、 合衆国男性の 7% が INTJ、合衆国女性の 3% が INTJ、うん、INTJ の人は論理的、うん、理論的で非常に自律的ですと、責任感があり忠実で自分に厳しい欲求をします、しばしば無口で人から離れているが自分の正しさを主張し他人を痛烈に批判することもありますと、拒否されることには敏感だが大抵拒否に対する感情を表すよりも内にこもりますと、うん、INTJ の人は注意深く合理的にパートナーを選ぶか、あるいはほとんど共通点のないパートナーと絶望的な恋に落ちますと。すごいですね、すごいですね、うん、タイプ1、タイプ5、タイプ6に当てはまるタイプですと、うん、やっぱりこのタイプ1は内向型、うんにもやっぱりよく出てくる感じですね、うん、ウィングの影響なんでしょうか、うん、でタイプ5やっぱりこのタイプ5が E のところに出てくるのは、うんうん、今んとこないですね、うん、はい、まあ、6はどこでも言います、 そうどこでも言います、はい、で、INTP、うん、内向直感思考容認型、合衆国男性の 6% が INTP、うん、合衆国女性の 3% が INTP、うん、INTP の人は無口で超然としていて知的ですと、うん、彼らはしばしば書物、学問、うん、思想など自分の世界に浸ります、時には生き生きした討論も好きだが社交には魅力を全く感じませんと、外の世界に彼らをつなぎ止めてくれる養育的で外出好きなパートナーに引きつけられますと、うんうん、パートナーから注目を求められると無理強いされた出てくださいよ、無理強いされた、出てよ出てよ無理強いされた、いや話が面白いからさって、みんな出たいんでしょ
申し訳ございません。はい、はい、でタイプ5の男女が高い比率でこのタイプですと、うん、なのでよくそのエニアグラムでもありますよね、うん、本好きの人が、うんうんうん、要は私本が好きだからタイプ5だ、うんうんうん、でもそれは、うんまあ、そうとは限りません。そうとは限らない、はい、うん、僕もどちらかというと本は好きです、うん、はい、ただまあその本をどこで使うかですね。僕はあくまで本はアウトプットするためのツール、うんうん、動画をやってるから。まあ、昔はそうではなかったんで、あでも昔も、うん、コンパで使う、あこの作家がこんなこと言っててさとか、うん、自分の思考を、うん、要は何かを話すときに深みのあることが言いたいっていうときに、うん、よくその作家の引用、うん、しますよね。しますね、うん、僕はもう本当スキルしかないんで。なるほど、うん、なんかの手法の本ばっかりですよ僕はすべてこの、うんうん、アウトプットするためのツールです、うん、読書は。だから僕も、まあ、アウトプットですけど。あそうですよね、うん、だでもこの INTP の人は、うん、ためくるもう違うんですね。ためることが目的、はい、うん、なので本を読むからタイプ5だじゃなくて、うんうん、何のために読んでるかっていうのを考えると、うん、ちょっとまたエニアグラムのタイプの探り方も違ってくるのかもしれません、うんうんうん、本当にただ掘るだけだったら豪かもしれないですね、うんうんうん、掘って満足、はい、でなんか掘ることで自分とはみたいなところに行くんなら4もあるかもしれないしとか、うん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 、かもしれません、うん、はい、スネ夫はちゃんと社会的成功を収める人物、うん、でしょうね。うまいですもんね、うん、はい、資産もあるし、資産もあるし、はい、あ時々さんから見るとエニアのび太くんは9でスネ夫が6だと思ってますと、うんうんうん、スネ夫 6?3 か6 3っぽいですけどね、うん、あコウタさんは自分しか見てないって嫁に言われたと、うん、そんな感じですよ7の人は。あ、うん、でそれすら意識してないってことですね。意識してない、もう自分が面白いこと、自分が面白いことみたいな。じゃあ僕ね7絶対ない、うん、絶対にない7は、うん、っていう感じじゃないですか。僕はあくまで見られてる僕です、うん、見られてるのよりも自分が楽しめるかどうか。あないない、うん、それはない。なるほど、この気づきはいいですね、うん、その気づきは素晴らしいです、うん、スティーブ・ジョブズが ENTJ だと、ベンチャーの社長に ENTJ、ENTP が多いと、特に企業向け MBTI セミナーをやってる人がおっしゃってたと。まあそれそうですよね、ベンチャー企業の管理職は NT ばっかりになると。このだって世の中にないもの作りたいって人がベンチャーの社長なわけじゃないですか。なるほど、今世の中にない、はい、新たなサービスを作りたいんだって、はい、S の人じゃないですよね、はい、じゃあ僕は無理なのかな、やっぱそっちの業界はそこを思えばできると思うんですよ。もう拒否反応を示してますからね。そう、はい、今ないのってなんだろうみたいな今あるのでいいじゃんっていう、樽を知るだよって。そこをGoogle がないときに Google 作ろうと思ったんですよ。 ありがとうございますそこはそうお世話になってます、ありがとうございます、っていうそこをやりたいみたいな。でもそれはそこを任せとけばいいんですもんね、得意な人たちに。得意な人に、だからベンチャーの社長って大体そういう人じゃないですか。なるほど、うん、面白い、本当面白い